ですね、こう家の中のいろいろな部屋や設備について、紹介したいと思います。そして私が立ってるここは、教室の玄関なんですけれども、玄関は英語で Entrance、そして玄関を開けたところですね、このエリア、この部分は英語だったら Porch、日本語でも多分 Porch っていうかなと思いますが Porch。 そして、This is the front door。 フロントドアですね。そして、こういったね、鏡ありますね。鏡は英語で mirror、R がいっぱいあるのでちょっと巻き舌気味で言います mirror。 そして壁、英語では wall、L で終わるのでしっかり L の音で言いましょう wall。 そしてこういったスイッチ類ですね、スイッチは英語でも light switch、電気のスイッチなら light switch と言います。そして上、天井ですね、天井は英語で ceiling、そして、天井の上についてる、光ですね、電気、もうこちらももちろん英語では light、では次に洗面所、にやってきました、洗面所、お風呂場、脱衣所全部英語では bathroom と言います。そして、お風呂場、先ほど言いましたお風呂場は bathroom ですが、お風呂のこの桶は bathtub、またもタブだけでも通じると思いますが tub、あとはシャワーは英語でもそのままシャワーと言います。そして洗面台は英語では sink、キッチンの方もシンクですが、こういったところも、bathroom sink でもいいと思います。bathroom sink or sink。そしてトイレ、トイレはアメリカ英語でも実は bathroom です。もうちょっとこうレストランとか行ったらね、綺麗な言葉で書いてると思うんで、それは restroom と言いますが、家庭にあるのは大体 bathroom って言います。ではこれがモリカルの、トイレなんですけれども、わー、はい、でトイレね、日本語でトイレっていうとね、このトイレの部屋を想像しますが、英語でトイレットというと、便器という意味になってしまうので、トイレットってあんまり使わないですね。やっぱりバスルームでいいかなと思います。そして、モリカルの居室は2階にあるんですけれども、じゃあ2階に上がるためのこの階段、こちらですね、階段は英語で stairs、そして階段に上がるためのこの手すりは英語で、手は hand なので handrail と言います。では次回は2階の方のいろいろ紹介したいと思いますので、Please look forward to watching the next YouTube lesson. See you again!